アルマンド・ロサーノ・サンチェスは、スペイン・モトリル出身のサッカー選手。セグンダ・ディビジオン・エルチェ CF 所属。ポジションはディフェンダー。地元のアマチュアクラブである、モトリル CF でキャリアをスタートさせ、2002年に、マラガ CF のカンテラへと移籍、2006から07シーズンにトップチームの一員としてデビューを飾る。その後、2007から08シーズンにはこの年、 プリメーラディビシオンに昇格した、レバンテ UD に引き抜かれ、プリメーラディビシオンでのプレーを味わうもチームは会えなく、降格してしまい、自身も FC カルタヘナへと放出されてしまう。2008から09シーズンに、セグンダディビシオン B に行ったカルタヘナでは、チームのようとして、大車輪の活躍を見せ、セグンダディビシオンへの昇格に大きく貢献。シーズン終了後に、ルイス・エンリケ率いる FC。 バルセラナビーへと移籍が決まり、若いチームの中でプリメーラディビシオン経験者としてトップチーム昇格を狙っている。2012年、ティブロネスロホスでベラクルスに移籍。2013年、コルドバ CF に移籍。2014年、ニューヨークレットブルズに移籍。2015年、エルチェ CF に移籍。ありがとうございます。